急に出てきた。来た来た来た。おお、これだ。うわあ、今まで見た中ではでかいな。ちょっとここら辺で一発目の休憩取りますか。遭難してから一回も休憩取ってないから、スタートしてちょっと水飲んだり。わあ、なんか塗料を使ってこう書き残したみたいな。いや、すごかった。あそこにある1個目は分かるんだけど、こっち側に1個目があるはずなんだけど、それが全然分かんない。とりあえず先に進みます。わー、次はおそらく右側に出てくるんだよね。またこれがさっきの写したやつでしょ。これ3番目のがまた出てきて、最後4番目、ここに書いてあるけどグレートギャラリー。とりあえず進みましょう、わかんないから。右側図体に歩いていきます。うん、出てきた。見て、すげえ。多分これがこの地図でいうとこの1番目だ。なんだこれ。いやー、いいね。わーお、いい。結構いっぱい書いてある。一番初めの分かんなかったって言ってたのこれかな。もしかしたらこれかも。手形もあって、いや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 、なんだろうね、めっちゃ面白いわ。なんか下のは多分落書きだけどさ、手足がある人がいたり手足がない人がいたり、
すごいよね、何のサインもないからね。柵だってこんなだよ。おお。次行きましょう。おお。ここまたすぐ出てくるのかな。よくわかんないな。とりあえず2個ですね。ここにでもさ、8000年前に人が住んでたって。2000年前とか。それで何を思ってかロックアートを記したと。わかったわかった。今ね、進行方向に向かって歩いてるけど、今見たのがこれ、一番初めに見たのがこれで、また真ん中に戻って3番目4番目ってあるんだ。行きます。この地図、こんな地図でも15ドル。道迷いには役に立たなかったけど、多分この旅始まって今日6日目かな。最もエキサイティングな一日。遭難したりロックアート見たり。これはすごくいいね。すんごいリアルな世界。でもちょっと待って、8000年前とか2000年前は、まあ、水もここら辺にはあったんでしょうね。いやー、しかしよかった、脱出できて。初めの遭難からちょっともう初めの1時間で心折れかけたからね。単なるルートを外したっていうだけなんだけど、あんななんか水の中に飛び込んだりとか。渓谷に降りてから初めての人とすれ違い。初めてじゃない、2組目だ。だからあれが3つ目だ。なんだこのドーム状のところ、すげえ。いや、これはさ、この掘られた感じだったら人は住むよね。屋根になってて。これはさ、なんか全然手が届くとこに書いてある。ちょっともう一人いてあれだけど、行ってみましょう。残念なことにめっちゃ落書きされてんじゃん。ハロー。ああ、ナイス。How do you do? Good. Yeah? Yeah. 一番落書きされてる。めっちゃ落書きされてんな。地表が上がったのかな。これは普通に考えて住みやすいね。このさ、
ドームが圧巻。これ本気のクライマーだったらここ登りたいと思うだろうね。壁があるのはこの正面のところ。ここのはさ、思ったよりもその大きくないね。そう、手が届くところにあるから落書きがひどい。ということは今は3つ、一番初めこれ見て、これ見て、これ見たから、ちょっと長めの距離で歩いたら右側にまた世界最大級って言われてるやつが出てくる。グレートギャラリーっていう名前ですね。行ってみましょう。4つ目ですね。最後のグレートギャラリー探しながら歩いてみます。グレートギャラリーはどこでしょう。ずっと歩いてきてるけどまだ出てこないよ。もうそろそろ出てきそうな雰囲気はあるけどね。もうちょいだな。これ右曲がってちょっと行ったらありそうな気がするけど、この地図の感覚から言ってまだなのか。来た、あれが世界最大級。すげえとこにあるんだ。さっきと同じでドーム状のとこにあって、うわ、来た来た、ここまで来てる。グレートギャラリー、Oh, this is great. すごいこの渓谷。いやーすごいね。あそこまでは登れないけど、やっぱり大きいから。へえ、いやーこれは感動的だわ。なんか本当に2000年前から、でも8000年前とか2000年前とか、その6000年はどうなってんだって感じがするけど。おわお、双眼鏡入ってる。サービスだ。やった、来たわ。いや素晴らしいね。すごい。やばいな、これいつまでもここに痛い感覚に襲われるし。太陽の位置が
あれなんかこのうまく取れてんだかどうだか全然わかんない。感動的。今何時なんだろう。3時49分。まずいな、帰らないと。よし、帰りましょう。いやー、めっちゃ面白かった。とりあえずエナジーバー1本食べて水飲んで帰ります。グレートギャラリーありがとう。あそこから始まって、いやー、もっとじっくり見たいけど、もうこれ以上は多分帰らなきゃみたいな。ようやく全部が、日陰の中に収まってって感じで、よし、大成功。
本当は5時には帰りたいなと思ってたけど、ちょっと遅れるかな。4時20分だもんね、今。渓谷の、ふもとまでは多分20分ぐらいで戻れるけど、そっからの高低差 200m の上がりが結構時間かかりそうだからね。いやーでもすごいわ。神様仏様よりもなんか先住民様っていう気持ちになっちゃいましたね。2000年前以上ですよ。2000年前以上から8000年以上の間に書かれてるとされてるからね。ね、2000年以上前はそのプエブロかな、プエブロインディアンのご先祖さんたちが書き残したと言われてるけど、それよりもプエブロの前にもなんかなんとかっていうのがいたらしくて、もうなんとかが分かんないけど、はい、あっちの方に戻ります。いやーすごかったな、やっぱりこの渓谷において。あれ一番初め見た時はやっぱり感動するよね。うわ来たーって感じ。はあ、あとやっぱり一番目ですと、はあ、やっぱ一番最後のグレートギャラリーってやつかな、あそこもうちょっと長くいたかっていうような気もしますね。だけど出だし迷っちゃったから、メンタル折れたから、あそこで一回。あそこ見えますかね、あそこにさ金属の柵みたいな、スタートの時にくぐった柵があるんだけど、ここをこうずーっと行ってつづら折りに上がってって、あの柵を通過すればもう安心。いや、やってよかったな、マジで。壁画面白い。難所クリアっすよ。ふう、あ、さっき怖えな、ここそっから上がってきた。あ、それでこんな風にしてんのかな、よくわかんないけど。いや楽しかった。到着。よし、いやえらい大変だった。レスキュー呼ばなきゃいけないかと思った。マジそんなの。いやよかったよかったよかった、それはねよくわかる。なぜなら、うん、白の上に赤茶けた土が乗ってるところがあるでしょ、うん、あれをね左に行ってこの渓谷を下っていかなきゃいけないの。俺右側行っちゃったのよ。そしたらそこからが地獄だった。地獄、はあ、もうなんかこんな V の字のところこうやっていかなきゃいけなかったり、で最後なんか水たまりが出てきて、これはどう考えても違うと思ってこうやって戻ろうとしたら今度もう岩ツルツルで登れないみたいな、うん、ああどうしようと思ってカメラしまって水の中飛び込んでジョボンっつってでよし抜けたと思って下見たらもう崖っすよ。ああもうダメだと思って、まずい。どうやってレスキュー呼ぶと、うん、だけどとりあえず出発地点に戻ろうと思って、だから結局この右側いつを降りようと思って崖だったからずっと回ってきて、あの岩の右側からこうやって出てきたらこの車でテールゲートが開いてるのが見えたから、あまだ大丈夫だなと思って、だから本格的にあそこの間違ったところからちゃんとしたところに戻って問題なく行けたのが1時半からかな。えらい大変だった。んでそこ下って正しいとこ入ってからは途中でレンジャーが出てきて、うん、合ってるって聞いたら合ってるって言って人にも会って、うん、もう全部大丈夫だったんだけど、うん、よかったよかった。危なかった。5時間以上かかったから、いやどうしたのかなと思ってた。
いや、それは危ないあれですよね。すべてはあの GoPro 君が撮ってくれてますから、ヒーロー君。彼はヒーローです。ヒーロー。ああ、生きててよかった。生きて帰ってこれてよかったじゃない。編集をお楽しみに。じゃじゃーん。